刈谷名店街は、かつて愛知県刈谷市東洋町にあった店舗兼アパート。1960年8月28日に開業したが2014年以降に取り壊された。愛知県刈谷市の中心駅である刈谷駅の南西約400メートルにあるのが東洋町商店街である。かつては刈谷市最大の商店街として銀座通り中町商店街があり、 1960年6月には、カリア市発のアーケードを建設して、カリア銀座アーケード街とも呼ばれた。しかし、下郡東浦町から来る買い物客は、カリア銀座アーケード街に吸い取られてしまい、その先の東洋町商店街まで来ないことが、悩みだった。カリ銀座アーケード街に対抗するために、直後の1960年8月28日に、開業したのが、 仮屋名店街である。全長約100メートルにも及ぶ長いビルであり、1階は商店街を形成する店舗、2階は店舗所有者の住居、3階と4階部分が愛知県営の賃貸住宅となっていた。薄緑色のタイル張りだったのが特徴である。開店時には高浜市や壁南市にまで宣伝を行い、東洋町商店街の中には、 開店前に比べて5倍に跳ね上がった店舗もあったという。開店時の商店の内訳は、岡部木工、靴のヨネズ、洋品の何輪や、新士服の磯村、塚本洋傘店、佐野時計店、福神、豊田臣新販売、喫茶の木村屋、レコードなどの長田商会、丸保商店、八百特食品店、丸屋、生菓子の色すずめ、木村屋製パンだった。 カリア名店街は国鉄カリア駅とカリア市中心部を結ぶ道路沿いにあり、周辺にはトヨタ防食や愛知製鋼やトヨタ自動食器などのトヨタ系大企業の工場が集積していることから高度成長期には多くの人で賑わった。2007年までは道路を挟んで反対側もカリア名店街のように片側式アーケードがあったという。 カニア名店街は古き良き昭和の遺存として建築マニアの注目を集めていたが2014年前半には居住者の退去が完了し2014年後半以降に取り壊された。ありがとうございます。